ヘルマンプリースヘルマンプリースは、ナチスドイツの武装親衛隊の将軍。東部戦線で活躍した軍人。最終階級は、親衛隊中将及び武装親衛隊中将。ドイツ東部のメクレンブルク出身。第一次世界大戦には出征していないが、大戦直後の1919 19年1月に、バルト義勇軍に属して、ボルシェビキと戦い、この際に、 鉄十字章を受章している。その後、バイマル共和国軍に勤務した。1934年に、新英隊特務部隊へ移籍にした。ポーランド戦に従軍し、一級鉄十字章を受章。続く西方戦では、テオドールアイケのドクロ師団レ下の砲兵連隊長となった。アラスで、英仏フッツ軍を撃破し、ドイツ軍がフランドルへ進行する突破口を開いた。 独ソ戦でも、独路師団の中心として活躍。特に1941年に、デミアンスク都市粒が、ソ連軍に包囲された、際の救援作戦に活躍。都市粒を守り抜いた。1943年2月に、師団長、テオドールアイケが戦死し、代わって、独路師団の師団長に就任。1943年7月の、ツイタデレ作戦では、 北方のビエルゴロドでの激闘を指揮した。作戦後も、ビエルゴロドやハリコフ製法で、ソ連軍と激戦。1943年9月に白洋付き私鉄十字章を受章。さらに1944年4月24日には、白洋、剣付き私鉄十字章を受章している。1944年11月から第一 SS 総合軍団らの司令官となり、12月のアルデンヌ構成でも活躍した。1945年2月にはハンガリーでソ連軍と戦った。ドイツ敗戦後、ヨアヒム・バイパーラと共に、ベルギーでの米軍捕虜殺害事件に関する戦争犯罪の容疑で裁判にかけられ、25年の禁錮刑に処された。1954年に釈放。ありがとうございます。